はい、ええー、レックセンに講師宮口です。どうも、こんにちは。今日はね、何かと言いますとね、コールですわ。で、ね、論文サルベージゼミが始まりますんで、あのー、まあ、その説明会ですね、ちょっとあの概略、あのー、まあ、すぐ終わりますから。そして今日、皆さん、せっかく来ていただいたんでね、ちょっと法改正のネタでも話そうかなと思ってゃうんですよ。はい、まずあのゼミはですね。 3月12日からスタートします、ね、それで一応ね今日のレジュメにも書いてあるように日程はだい,たいあの火曜金曜というねあの目まぐるしくこの進んでまいりますねでねあこれ週2日で大変だと思うでしょうやっぱりね論文ってこのぐらいの密度で,で皆さん他にもね実践答練やら何やら受けてればなおさらですねこの密度の高い中での集中力 にによって一気に実力上が上あのまあ火曜金曜とあるじゃないですかねそれでえ全部で10回なんだけどねちょっとあの私ほら特日はピンクで塗りますよね <laughs> 別に塗らなくてもいいんだけど一応最初の5回がですね、えー、ほら特あやべえ <laughs> やばい <laughs> 衣装だった <laughs> すいませんあのこういう時はね大丈夫です黄色でこう塗ればですね オレンジになるというね <laughs>、えー、リカバーできますはいということで衣装をねしょうがないからオレンジ塗りますよ433だね433で、えー、全部で10回かあいい感じやねで商標はどうしようかな黄色で塗ろうかじゃあね商標はねどちらかというと黄色じゃないんだけどまあいいわはいそんな感じですよで4月の19日終わるからね皆さんあの 意外と、ね、1か月ぐらいで終わるんですよ。ね、でやっぱりねこのゼミをきっかけに一気に実力が伸びたという声があ,のあるんですよ。もうそれから紹介しましょうか。ね、あの皆さんねこのレジュメの、ね、最後からあ,ーあのね何ページかなさ最後から45枚目くると、ね、合格体験会なるんですよ。でまあ合格体験券って大体入門講座とかのねあのコメントが多いんだけど。 あの後ろの方かでちょっとあの,あのあれだから個人情報だから載っけてませんが誰それっていうのはね、まあ、探せば <laughs> 分かるんですけどねでこの人が受けた中でほらスポット的な講座、ね、でそこでほらあのまさにですねまあ論文サルベージゼミっていうのがあるんですよほら、ねまあ、この人いろいろ受けてるけどね俺のやつでリソゲンとかゴロテクも受けてるけどね他の先生のも受けてるけどでまあ今日はね 論文のサルベージゼミだから、まあ、理想源の紹介としても、まあ、しょうがないかもしれないんで、ね、これをちょっとほら、この人がね、コメントしてるんですよ、もうだから、あのー、嘘なしの、ね、どんなこと書いてくるかな、はいこの人はね、1回目の論文合格は実力不足だったと、つまり落ちたということですよね、1回目は、まあ、一発合格できなかったと、で2回目は、ああ、2回目もだめだったんだ、これ。 2回目も3点足らずですね。ああということはね、あれです213点ということです。216点が合格だから、ね、213点で不合格惜しいね。それで原因はあの何一つではないが予備校の通れんと本試験の採点基準の違いとかそうなんですよやっぱね予備校の通れんと、ね、あの本試験って、ね、違うんですよ。あの なんていうか、ね、予備校の当年って、ね、あの厳密すぎるんです逆に言うとこれね良くないんですよ良くないというのは本試験と違うという意味で、ええ、でもねこれしょうがないんですなぜかというとレックの採点のアルバイトの先生がいるでしょだからそのアルバイトの先生たちがば、ね、らつきがないように厳密にやってるんですよで俺はというとね全然従ってません <laughs> 全然あんなのに従ってません あの職人かであで採点してるんですよ、私はね。じゃあ先生、あの適当じゃないですかというかもしれないけどこの人の合格体験記見てくださいね。具体的には予備校の登連ではミスをしても実際には減点されることはなく項目点を加算して点数が決まるが、ね、ほら予備校の登連って、ねまあ、俺以外ですよ俺以外は多分、ね、減点してあのミスしても多分、ね、無視すると思うんですよ。うん だからこの人も言ってるでしょ具体的には予備校の登連というのは俺以外ということよあのミスをしても実際には減点されることはなくあの項目を加算して点数が決まると、ね、ちょっとこれ赤アンダーラインにしますよ、ねえーえーっとね、これは、ね、どううしようかな黒アンダーラインにしようかな予備校の登連ではミスをしても実際には減点されないと。 うん、ところが、ね、本試験はミスの種類によっては大きく減点される可能性があるということです。それを、ね、思い知ったということなんですよ。うん、でそれは、ね、どうしようかというと、まあ、私も、ね、この人の再現答案を見てあの結果を見たところ、ね、やっぱり減点しないと受から結果的に受からなかったんであのでこれはもう減、ね、点だよといいこともいっぱい書いてるけどこういうミスをしてるからそれで減点されたんだよと。 でで本人も納得しましまたねで僕の場合令和4年の商標法で金銭的請求権の発生要件として出願公開を挙げたことが敗因であった気が知るね保証金請求権と間違ったんですよほら保証金請求権はね公開警告第三者の実施でしょでもこの人はね俺も見たけど金銭的請求権で出願公開って書いてあったねでだから あの予備校の当然だとあの無益的記載事項でねプラマイゼロだと思うんですよ。俺にかかれば10点減点しますから。ええそれでねあの国際出願だったので混乱者のかもしれないと。で宮口先生の採点は全体の記載ぶりで大まかな点数が決まりねちょっとここから黄色でいくよ俺はねとりあえずあのどういう採点をしてるかというとねまずあの。 筆を置いて赤ペンも青ペンンもも青持たずに全部見るんです、ね、でまずあのスタートからみあの終わりまで U ターンせずに読めたかどうかこれが俺のまず第一審査基準なんですよ。えー、でもちろんあのなんていうのすげえ量が少なくてあっという間に読めたっていうのはダメだけどある程度の分量があって U ターンすることなく書けてるなっていう答案はねまず60点なんです。原則60点をつけるんです。 でそこからさらに今度は厳密に見ていきますで厳密に見ていったときにあの1回目の読み方で気づかなかったミスに気づくかもしれないねそうすると60から減点していくんですよで逆におっすげえなよくここまで書いてるなというのがあれば5点プラス10点プラス、ね、あとはやっぱりあのアーティスティックな面も考慮しますねそれであの68がついたり70がついたりあ残念ながら55になったりするんですよ ね、で逆にね引っかかった答案っていうのはその引っかかりの度合いによって54点基準47点基準いろいろあります53点基準53点基準っていうのはねいわゆるグレーゾーンの一番上の点数ですなぜかというと実際の本試験は54点からが合格なんで俺の心象でこの答案は合格点つけたくないなっていうのは53が基準になるんですよでそこからの減点方式加点方式でいきますねうん。 一見不合格だと思ってもあ一見ね合格問案じゃないと判断しても意外と読んでみたらあのよくできてるじゃねえかっていう場合にはねその真の合格点である60点以上はつけないけど54点から59の間の点数をつけるんですよ。こういうふうな職人肩着の採点基準なんですだから当連ごとに何かこれは何点とかついてるじゃんあれはね従ってないんですよ俺全然。であとね 俺が自分でやってる上級トレンドがあるけどあれ,あれも俺自分で採点基準作ってるけど全然従ってません <laughs> ねだからあれもアルバイトの先生のためだけに作ってるんですよ、うん、これではいで何て書いてるあそこからミスがるとそう俺はねだからミスがると減点しますよ申し訳ないけど例えば商標法で機能侵害と書くべきところを「精進論と」とねそうですね あのこれねあの、精進論じゃダメですよねあの、あれは、商標はね、機能論ですよ、フレッド・ペリー事件、でで平成17年にフレッド・ペリー事件が出たんですよで、その時に、今となっては皆さんね、フレッド・ペリーなんて知っとるわって言うかもしれんけど、平成17年当時に、あの平成17年の本試験に、平成15年の判例が出たんだけどあの、意外と知らない人多かったんですよ、で、仕方なく BBS 事件を書いてる人多かった。 BBS 事件というのは特許の並行輸入でしょで、あれは精進論からスタートしてるんですよ、だからもうね、全然違うんです。なので、ほら、精進論を書くと致命的なミスとして10点減点される、まあ、俺の採点基準だよね、よく分かってるよ、この人。で、この減点主義、採点方式は当初、すごく違和感があったが、ねあのまあ、今まで俺のほら授業を受けてなかったら、ね。 意外と本試験の実情を反映するのではないかと思うと、ね、正直なやっぱ発想ねそうでしょで本試験ではね項目を,を落とさないことを前提条件として採点管に弁理士としてふさわしくないと思わせるような致命的ミスを避けることも非常に重要であるいいこと言ったよねそうだからねやっぱりその項目を落とさないっていうのは大前提なんですよ でもさそれだったらさ何でも書けばいいじゃんっていう指導方針になるじゃん、ね、皆さんにねとりあえずね数打ち当たる方式だから何でんかんでんってくださいと、ね、神奈川沿いにある何でんかんでんじゃないですけどねあ何でもかんでも書けばいいじゃないかとでも実際はそういう人は受からないんだよ、ね、だからあの、はい、採点官に弁理士としてふさわしくないと思わせるような致命的ミス。ね でピンクを避けることが非常に重要なんです。なんでかというとね、皆さんね弁理士の仕事皆さん弁理士になったらわかるけど、ね、あの受験勉強ってさ、あの落ちるも受かるも、まあ自分との戦いじゃん。ね、我々の仕事ってね、お客さんありきなんですよ。だからあの自分の失敗イコールお客様を巻き込むということになるんです。だからミスをしないことが何よりも重要。ええええ、ね。 これはもう第一条件なんですよ、ね、だからなんかねその完成度が高い低いというよりもミスをしないことが我々の仕事はとても重要期限管理も含めああだからやっぱり、ね、そこを見てるんですよあのあれ採点者はねで宮内先生はよく原半地文明の答案が受かると言われるがこういう意味合いもあるかもしれないその通りなんですよこの人ねよく分かってるわオレンジでちょっと塗るね そうなんですよ。ね完璧じゃないけど腹八分目的な答案これが一番受かりやすいんです。完璧じゃないけどまあなんていうか物足りなくもないなぐらいのね物足りないとやっぱりグレーゾーンになっちゃったりするけどねそうなんですよこれが大事なんですよ。ね皆さんあのラーメンに例えるとねあのほら、まあ、あんまり具体的に言わん方がいいねラーメンなんとかろうとかありますけどねいやすごいよねす,すごい山盛りのね うん、で美味しいよ、それはもうね、認めます、ところが、1回食うとですね、どうですか、半年ぐらいも食わなくていいわって感じませんか、ねうんあのー、そういうことなんですよ、論文等もそうで、あのね、あんまりね、こってりすぎるとね、試験員が見たくないんですよ、うん、だから、腹八分目的な答案、これを目指すと、ね、ある意味ね、あのー、これはもう逆に難しいですよ。 この原八文目答案を目指すということはその修行をこのゼミでやっていくと、ね、いうことなんです。ねはい、で、あ,るあ,るえあと条文は平等でないと言われるが論文試験の問題文も平等ではなくちょっとなんかあれ哲学的なこと言ってねいわゆる直接事項が重要ああ、これはね何言ってるかわかるこういうこと言ってるんですよ。あのね、えーと、この人ね、令和5年に受かったんですよ。 ね、去年の合格体験期であの令和4年落ちたんですよ、ね、で何が言いたいかというと令和4年の特実通って問題知ってます令和2年の特実通の問題知ってますがまずね問題1で74条が出ましたあの説問1でで説問2でねあ泣くの2が出ました、ねうん、で次の説問で「独通の損害賠償請求」が出ました、ね、で最後に 定審判訂正最高弁が出ましたという問題だったんですよ、ね、ああで先生それがどうしたんですかとあれねぜひ見てくださいあのこの人ねもうね痛を申したんですよ要はあの「特実通で」でまああんまり答案書いてなかったんだけど最初から真面目に読んでたんですってああ,あれ読んだ人なら分かるけど最初の1ページ真面目に読む必要ないんですよそこでものすごい時間食って失敗したっつってました えー、だから平等じゃないって言うんですよわかるつまりあの問題文を同じウェイトで読んではいけないっていうことをこの人は言いたいんですよ、うん、だから俺がよくね直接事項直接事項って言うじゃんそれの重要性が分かったっていうことを意味してるんですよ、ね、だからまず直接事項から入れと俺は言います、うん、でその直接事項だけを読んだだけでもこの問題は何を聞いてるかっていうのが分かる場合があるの運が良ければうん でもそこからこの直接事項からね何が揃えば答えが書けるかというのは大体分かるやろだからそれを探しに行くたびのあーために問題文を読んでいくんですそうすると拾うべき情報を集中して探すでしょだから無駄がないんですよ悪最初からね何の問題意識もなく読むとただだらだらと読んで時間だけはかかるんですよそういうことは言いたいの。 ね、この人はそれが分かったっていうことよ。あで直接事項だけを読めば答えあっ同じこと言ってよこの人。で、そうなんですよ同じこと言ってんよこれ直接事項だけを読めば答えが出るケースがあるまた直接事項のほんの少しの違いで回答が変わり得ることを学ぶことができたこれはねどういうことかというと取り得る措置と取るべき措置は答えが違います。ということを言いたいんですよ。ね 普段かから俺のの業出てる人の分かる人でしょ取り得る措置は、ね、例えばあの上げるべき項目は、ね、4つぐらいあるかもしれないよでも取るべき措置は1つです原則、うん、ただそれに付随してどうしても、ね、例えば,、ね、あの例えばよあのパリ優先権が取るべき措置だとするじゃんそしたらあの特許を取るためにはどうしても審査請求は必要だから、ね、取るべき措置はパリ優先権とあの審査請求ということになるかもしれないよ、うん、2つでね。 ででも大体、ね、多くて2つなんですよ取るべき措置は取りうるはもう3つも4つも挙げるかもしれんけどね、うん、であと文末もさなるべくなるべく取りうる措置というのはねをすることができるという文末になるはずです取りうるだからね、うん、何々しうるとかねところが取るべき措置はやっぱり文末がべきであるになるよねあだからこれってね便利士になってからの業務も、あのー、受験時代から鍛えてることになるんですよ我々の仕事っってやっぱり お客さんのニーズに答える、ね、お客さんが聞いてもいないことに答えるとねこいつバカかと思われますからねあの便利子のくせにアホやなと思われてもう二度と仕事来ないですよ、ねまあ、だからそうならないように受験時代からあの培っておくということなんですよ。ね、である程度基礎的な知識あって論文試験に受からない人は宮口先生の門をたく,たくと <laughs> ねほら嘘らしいですよ何の忖度もないですよこの人ね。 ああこんないいこと書いてくれてたんだねなんか俺に対してねちょっと反抗的な感じがしましたよね <laughs> いいこと書いてくれてるわ <laughs> ね、うん個人的には2年目で「エルゼミスペシャル」そうねこの人ねサルベージー出てねそれであのあの何ですかねあのほら俺が「エルゼミスペシャル」やっとるやん、うん、それもうはよ受けとけよかったってね公開したんですよで俺と俺安西先生がねやってるゼミですけどねそのぐらいやっぱねこのサルベージーをきっかけに あの思ったとということなんですよわかりました、はいまああとはねあの他の記述だからもう読まないけどねこれ分かったでしょサルベージ出てこの人がその受かった原因としてはねやっぱりその直接事項がいかに大事かで採点基準であのいらんことは書かない方がいいんだということが分かったということねそこなんですよだってねあの明細書なんかもねあの見れば分かるけどね あの俺はねあんまりたくさん書かないんですよ明細書ねでお客さんに喜ばれますよだからんでかというといや先生ありがたいですよってほの弁理士の先生ってねあの長くてね長い分なんか余計に金取るんですよとか言ってましたよ先生は短くてねあのしかも特許になるしリーズナブルでありがたいですわって言って,言ってくれてましたよ、うん、はいそんな感じです、ね、そういうことですわ であ,まあ、あとは、は、ま、はあ、これ間接ぎに宣伝になっちゃうんだけど176ページね、まあ、とにかく今日はサルベージゼミがあれですけどこの人ね、まあ、あそれをきっかけにねなんか俺の講座をいっぱい取ってくれたんですよ、ほら理想源とかね青本趣旨とか判例論点とかね、まあ、実践答年とかね、まあ、そのぐらい、ま、あの塗っときますわ、うん、まあ他の先生のはまあ塗らなくていいと思うんだけどね、はいえー、そんな感じです、一応代表的なね。 あと、ね、これもちょっと塗っとうか今、色を塗ったちょっと上のところに、ねあのー、これも売りだよという当連後のライブ講義では、まあ、ゼ,ゼミも同じです、はい、ここアンダーライン、ねはい、宮口先生に直接質問することができるのも魅力であるとで納得できない場合には講義終了後質問を受けてくれると。ね、最初に、えー あのね、質問したとき納得できない顔をしているとダッシュして該当する青本のおが箇所をコピーしてくれたそうね熱い人である分かるでしょ、うん、だからねこの人結構ねあのなかなかこうあの非常にロジカルな人だから、ね、やっぱりそのロジカルな人ねはこっちもロジカルに対応せないかんということでねあのやっぱり出典をこうあの突きつける、ね、出典主義って私言いますけどだからその。 何か納得できないという時にはやっぱりそのね何か代表的な権威のあるあの出典を示すことが大事なんですよ。ねほらねだからちゃんとねこういうことをね書いてくれてるねそうそうそう分かってくれてたんだねで当連で質問した内容は今でもよく覚えてるといわゆる双方公的なアクティブラーニングなので記憶に定着しやすいそうだから皆さん遠慮なくね質問もしてくださいよ、ね、あ,あるいはね人の質問を聞いてるだけでも勉強になると思うよ。ね これすごく大事なんですよ。例えばね、あの受講生があの質問するじゃん、そして俺が受け答えをする、このやり取りを見てるだけでも勉強になるし、将来の便利士としての,その仕事にも役に立つんですよ。あこういうふうにこう答えていかないといけないんだなというね、えー、そういうことです。ねはいまあ、じゃあ,あのパンフリ、パンフレットに戻るわ。あとはね、そうだね、あごめんなさい、これね、 サルベージテキストはねもうちょっと待ってくださいねあのなんでなんあの。なんでもうちょっと待つ必要があるかというとねこれもうちょっとね俺もやきもきしてるんだけどさ改正本がいつ出るかわかんないんですよ、青本もね。だからもうねもう待ってられんですね、これはね。だからもうこれはね、あのこうします。ねとりあえずもし万が一、まあ、ゼミやってるこの期間中にね、まあ、出たら。 今、俺の答案こう書いてるけどこう直してくれよみたいに、ね、言うわあるいはもうダイレクトに皆さんに答弁として出すことでタイムリーにこの、ね、教えていくとそれでいくわだからねもうちょっと諦めますこれ諦めますというのはもうあの完成版にしてあの3月12日までになるべく配れるようにしておきますから、ね、ちょっと今日はごめんなさい、うん、ただ去年のとこあるからねサンプルは見れますよ。ね、はい あ高密度な集中的なセミというのはスケジュールを見れば分かるよね。はい、であとはね、えー、そう、添削俺がします。添削俺がしますよ。であとね、最大10枚申請しますので最大10枚これはね、今日もらえるのかなちょっとね、これはごめんなさいねその12日にも,もらえるかは知らんけどね、うん、でも今日ね、皆さんで、ね、雨の日こう来てくれたじゃん。ね だから、ね、あのスペシャルサービスで、ね、プラス2枚あげますよ、ね、あの添削いいですよ、今日、ね、あの寒い中で、ね、来てくれたからあとで2枚、ね、あのオプションで、うん、あのな何でもいいよあの、過去問でもいいし。 えー、実践トーレのやり直ししでもいいしね、うん、ただあの、俺が関与しないトーレンとかやめてね、集中トーレンとかね、<laughs> それ全然俺やってるか分かんねえんでは問題も分からんし、ね、実かトーレンとかあのえ、まあ、L ゼミスペシャルでもいいんだけど、まあ、とにかく俺が関わってるなんか講座のトーレンか過去もね、過去も過去2三3 0年全部暗記してるからね、なんもなしで採点できますよ。あと、ゼミ以外のフォローアップ、はい、これはね、何かというとね、ああ 今日みたいにね、寒い日あるじゃん、ね今日はまだあの現場に来れるけどさあの、雪が降って来れないとか、そういう場合はね、あのちゃんと収録してるから、これね、収録施設もほらあのちょっと新しくなったでしょ、ねあの、テレビカメラが新しくなったんですよ、これ、うんね、それであの、ウェブ的にも利用できるから、大丈夫ですよ、これが重要ですよね、ウェブフォロー、ね、これがついてます。うん、でさらにあの まあ、コロナの頃はそうだったんだよね。ほとんどあの緊急事態宣言の時は誰も来なかったけど、<laughs> あの1人か2人であと何十人来ないみたいな、そういう時はメールでやり取りすると、ね、メールで、ね、PDF 送信してくれればあの俺がまた採点して、ねあの、PDF だったらカラフルに、ね、添削結果をあの返信できるからね、まあ、そういうやり取りもできます。ね、であとあのメールに何かあの質問つけてもいいわね。 あちょっと不随的に質問させて下さいとそれもちゃんとねご丁寧に俺が答えますわねメールに直打ちする場合もあるしそのなんか手書きで図書いたりして返す場合もありますねただねちょっとあの注意点があるんだけどあの PDF の,その皆さんが持ってるパソコンの性能が悪いのか知らんけどねなんかあの色が真っ黒黒でね 何書いてるか分からんという答案を送ってくる人がいますけどあのそれは申し訳ないけどねなんかあのいいちゃんとあの、ね、写りの <laughs> PDF が送れるようにな状態になっていることが前提です。はいえーまあ、そんな感じだねであと裏は何が書いてるああこれはあのス,、ね、スケジュールでさっきも言ったようにねあのテキストはあの、ね、あのも,うあのもうできるというかもう改正も待たずに 完成版作り上げますからまあ12日までにはね何とはしますよ、これはね。はいで、分冊にします、でこれ、あの自由添削ね、配ります、で、えー、今日皆さん雨の中ね、来てくれたから、あのさらにあの2枚ね、なんかあげますわ、ね、あのなんか過去問でも書いてさ、えー、出してみてください、ねそしたら俺の採点がどんなもんかわかると思うんでね。えー はいあここにもなんかね合格者も一応して書いてるね、そうですか難,難易度の高い論点について取り上げ、そうねねやっぱ、ね、あの皆さんがね知らないで終わったらかわいそうじゃん、だからやっぱね難易度の高い論点ああの扱いますよ、ね、うん、あと、あのそうですね論文答案の解き方について何段階もレベルアップさせてくれましたと。そう やっぱりあのこういう時は降格だという、ね、システマティックにあの処理できるようにしておけばさ本試験も、ね、あの困らずに済むでしょ冷や汗かかずにねそうあとほらさっきの質問も言ってたけ加点となる項目と減点となる項目は明確に理解できるとでこれは何,何でかというと私減、ね、点する時とか加点する時にもう自分の,その職人肩たではあるけどもこれは難点というふうにあの決めてるんですよ。 こういうミスをすると何点減点とだから例えば10点食らうってことはよほどひどいミスをしてるってことですで1点ぐらいのミスということはああミスだけど対象をとねえんだなと思えばいいんですよ、ね、はいそんな感じですかねそうとにかくね私はねこれが大事だと思ってます知識よりもまずこれですね現場思考力は大事ですよ皆さん特にね便利しないと分かるんだけどね あの知識じゃねいかんともしがたいですよ、我々の仕事。だってね、よく考えてください。発明って、あの新規性、新仰性が必要でしょつまり、新仰性があるということはどういうことですか論理づけができないことですよ。論理づけができないってどういうことかというと、説明がつかないということなんですよ。<laughs> わかりますだからそういう説明、こうやってああやってこうすればこうなるでしょっていうと、論理づけができたことになるから、新仰性がないんですよ。ということは、 我々にも理解でできなないいいような発明が多いてことこす、ね、だから現場思考で、あのー、この発明はこういうことであの価値があるんだなということをねやっぱりその発明者の話から聞いてその明細書にこう表現するにあたってね自分の頭で考えるこれが大事これはもうね担当よりも論文であのー、弁理士の実務能力を鍛えるって感じになるんですよ。ね。 論文試験というのはもう便利士実務に直結しますからね担当以上に頑張っていきましょうはいじゃあ今日はねあの皆さんまあ,あのゼミの説明は以上でねこのねあのあれ資料いいですよというのはねあの、まあ、ちょっと審査基準というのはねほらあまあ答連を出すたびに今日はその審査基準のここを出しましたって言ってやってもいいんだけどさねあの、まあ、最初にガツンと出しておいてさね あのあのほらこの間の資料のここから出しましたでもいいのかなと思ってで特に、ね、ここは重要なんですよ皆さんも知ってると思うけど4条17ページね17ページですえー、これが何より、ね、重要ですわなほらちょっとあの黄色で塗るよただし同一または類似の遺書について3条1項1525に該当するにあ至る 金となった遺装登録を受ける権利を有する者の認の証の行為があったときはその証明書の定数は当該認証の行為のうち再選の日に行われた者の,の一の行為についてすれば足りるというねほらで新作品もねちょっとあのあれなんですよニューバージョンになってるというかねえー、そうなんですよそれでねあのこれはねこれはあのあれよ太字のところあるじゃん これは別にあの改正に影響ないんでピンクで塗っとくわまず最初の高知日から1年以内というね最初の公開日から1年以内にあ公開書について、えー、出願をしいというところやねそれから同一はピンクそれからね類似はあオレンジああ非類似は黄色、ええ、で黒かオアンダーイン のの関係がいかかなるものかを問わず、ね、つまりね同一軽石か非類似かを問わず新創霊をする実績はあるってことです。ね、で私もあの衣装はね結構あの実務でこなしてきたんですよ。ね。登録実績で言うと300件ぐらいありますけどね。まあそんな中でねやっぱりお客さんもねついついねなんか展示会に出してたりするんだよ。で実際に見るとねダイレクトに同じやつもありますがあの。 大丈夫かな、これはというのもあるんですよ。でも念のためやっぱり真相例やってますよ。え、は、え、い、参上に行でやられるリスクあるからね。はい、そんな感じです。じゃあ次のページ見てみましょうか。はい、この辺がね、新しいです。特にね、どこかというと、ちょっと待ってね、どこかというと、あこれですね、えー、っとね、縦4です。縦4見てください。ほら、正し書き。これ、あの、条文と同じですね。 ちょっと黄色で塗ってください。はいということなんですよ。ね、で、あのーまあ、実際の、ね、審査基準はよりあのなんていうかカラフルに車の絵とか自転車の絵とかついてますからね、まあ、それを見てほしいんだけど、ね、私がちょっと、ね、時系列にしましたからちょっと見ていきましょうか、本当に、ね、当連で出すかもしれませんよどのパターンか。 ね、いいですか ?19 ページ見てくださいね。これはね、基本だな。うん、これはね、基本ですよ。えー、っとね、どうしようかな。ちょっと待ってね。これはこうしよう。じゃあ、高知 A をちょっとピンクで塗ってください。まあ、普通、ね、高知だから青で塗るんだけど、まあいいです、ピンクで。はい。で、高知 A' をオレンジで塗ってください。はい。で、A' の出願をしてるってことです。ね。こうやって塗れば分かるでしょ。うあ、ん。 で類似です、はい、でこの場合は、フィグ1、はい、ピンク、コーチ A の証明書を出せば足りると。ねまあ、理解もついてこれるでしょう、この程度やったら。じゃあ次。ああ、今度はね、いいですか。コーチ A はピンクでいいです。はい。で、コーチ B は今度は黄色にしてください。ああ、で、B の素眼です。で、この場合には、 B の証明書と A の証明書両方提出せなあかんと。ひ類い字だから。ね同一類似じゃないでしょう。ほら、こういうところをね、聞いてくる可能性がありますよ。ああでもちろんね、実際の実務では、ああ、これひ類いだから、まあ、あのー、真相例、気にせんでいいですよっていうかもしれんけど、便利試験はそうはいかん。だからやっぱ、3条2項のリスクをきちっと考えて、やるべきだね、これは。ううんん ね、はいじゃあ次今度はね面白いねあのー、ちょっといいかこれ類似してるなじゃあね高知 A をピンクで塗るね高知 A' をねオレンジで塗るよで高知 A' について素顔してるわオレンジこれ面白いですよ皆さん、うん、これはね映画、まあ、先で A' が後にに高知にしてるんだけど同じ日っていう意味ですこれね同じ日に ね、まあ午前と午後みたいなちょっとこう書いておこうかねいいかあの高知 A がね AM と思ってください高知 A' ダッシュが PM だと思ってくださいねそうするとさあこれはじゃあ,あの同一類似だしあの A だけでいいわと違うんですよこれこれはなんとねはい高知 A はい高知 A' ダッシュいずれかでいいんですよこれうん まあだからね、重要なのはこのまたわのところやねまたわですこれほらいずれかですうんうん上はお呼びだったでしょこれ上はお呼びだったですけどこれはまたわでいいんですよねえほらいろんなバージョンあるでしょバリエーションこれ担当でも危ないと思うけどねはいじゃあ次いきますよ次はねちょっとあの時系列この中核はもうちょっと下に来ないかんだけどね本当はねはい じゃあ、よろしいですか。これはね、えー、っと、わかりました。高知 A. を。ピンクで塗ります。そして、本意証もピンクで塗っていいです。ね、はい。そして、関連証は、あの、オレンジです。はい。で、これはね、別にあの、法改正ではないんですけど。ね。あの、昔からある知識だけど、一応念のために書きました。はい。 フィグ4のところの説明ね遺書を弧ッコ本書 A において4条2項の適用を受けていればねはいオレンジ関連書 A' について4条2項の適用を受けなくても3条1項3号で拒絶されないよとねあそうなんですよ4条2項の適用を受けなくてもいいんですよあの本書が受けてるからねっ本書がちゃんとあの真相例受けてればねその傘の下で 関連者はぬくぬくとねあ、過ごせるということなんですよ。ねほら、これでもう改正ばっちりじゃん、皆さん。ねこの中からね、どのパターンか出るかもしれんからね、よろしいか。はい、じゃあ次にね、皆さんね、せっかくだからね、商標も見ようか、ね、商標もね、あのー、後ろの方につけましたから、えー、っとね、418です。 ほら、これが新しいよね。418新しいですよ、えーえーと。46ページにあたりにあるわ。ねはい、そうするとね、まずあのどこが新しくなったか、まずね、ちょっとあの四角で囲ってほしいのは、他人の氏名にこう特化した改正なんですよね。他人の氏名がちょっと2箇所ぐらいありますから。えーあのし えー、肖像とか、ね、名称とか略称は、ね、関係ないです、この際。氏、ね、ああ名に特化してるんですよ。氏、ね、名はあのオレンジでね、はい、皆さんももう大体知ってると思うんだけど、ジュビロ認識に限ると。ね、商標の使用する商品駅務の分野において、需要者の間に広く認識されている氏名に限ると。ジュビロ認識やねね、まあ、だから、ね、今まではさ 同姓同名の人が、ね、日本に複数にいたとするじゃんそしたらその全員の承諾を NI 館買ったのよあ現日本に住んで、まあ外国人であっても、ね、日本にいる外国人であれば、はいでえー、ところが、ねあのー、今後は、ね、もう周知で、えー、あれば拒絶するって感じマイナーだったら全然拒絶されないってことよ。 まあだから逆に言うとね、あのー、なんていうかほら、とりあえず、えー、出願しておいて、ねあのー、審査官も、一、まあ、回これマイナーな人だからって,って拒絶しない可能性が今後は出てくると。ねはい、ということですよ。えー、であとは、ね、ちょっと待って、ね、政令で定める要件、はい、これはちょっと、ね、黄色で塗ってください。 で、あの、の後ろを青で塗ってください。に、該当しないもの、ええ、なんで青で塗ったかというと、に、該当しないものが拒絶されるからです。ええ、そういうことですよ。ねうん。で、これはね、改正に影響のない話もあるんだけど、あのまず趣旨は、はい、人格権保護の観点ですね、4 1チは、人格権保護の観点です。 えー、OK ですか。はい。じゃああの行きますわね。はい。じゃあその一二三四五六七ときましてね。まあこれはあの、えー、そうですね。ちょっと待ってくださいね。ここが重要です。はい。えー、縦にのですね。まず見出しのところをもう一回オレンジで塗ってください。はい。 商標の使用する商品役務の分野において、需要者の間に広く認識されている氏名。ね、ああ、これ言ってみたいと思います。ああ、で、特にこの括弧にですね、見出しです。需要者の間に広く認識されている。ね、ああ、これはね、ちょっと次の業務を塗ってくださいね。需要者のののの間に広く認識されているるとは商商標の使用する商品務の分野の 相当程度の需要者に認識されている場合を言う、はいうなお判断に際しては、はい、スポット的に緑人格権保護の検知からその他人の氏名が認識されている地理的あ事業的範囲を十分に考慮した上でその商品または駅務に氏名が使用された場合に 当該他人を早期襲うかどうかに留意するとまあ結局ねまあ日本で使うことが前提になりますからあのまあ例えば外国人だったらね外国で有名でも日本で有名じゃなければ拒絶されないということになりますよ。うん、であとねあの商品ね、うん、そのなんていうかさあ例えばね例えばですけど青木功っていうのがいますけどねあのまあ もうおじいさんですけどねであのプロゴルファーで、ね、昔はジャンボ崎と、ね、あの二大巨頭と呼ばれたプロゴルファーですけどだからあのゴルフ用品を指定商品とする青木功だったらもう確実にこれ418になりますでも例えば他の商品だったらね文房具とかだったらさピンとこないわけですよ青木功とか言ってもそしたら拒絶されない可能性もあるっていうことです、ね、ゴルフ用品だったらもう青木功は拒絶されるけど 文房具とかねだったら拒絶されないかもしれないということですよ。ねそういうこと。うん。はい。えー、あとはね改正じゃないんでちょっと右の方にいきます。はい。改正の取り組に特化しちゃってますんでね今度は8です。8です。はい。精霊で定める要件黄色です。はい。これはねあの括弧1なんですけどね。 あの見出しはぬらんでいいですすここだけでいいです例えばのところ、事故のあ出願人の自己の使命で不正の目的でないことが重要です。この2つですね、政令で定める要件というのは、出願人の自己の使命で不正の目的でないこと、ああこれが政令で定める要件です。ああということなんですよ。 あもうそ,それであれあの多分ねこれは俺のね勝手な推測なんですけど多分26条1個、あのー、ちょっと理由付けをあえて言うならばねちょっといいですかこれ分からんよ青本とは改正本とか出てみないと分からんのやけど俺の勝手な理由付けとしては26条1項1項あるじゃんねそれと2項ね。 の、えー、の整合性ではないのかなっていいかとう気がしますねああ要するにさ自己の使命が侵害にならないための要件としてはあ,のあれはね、まあ、ちょっとあの不正競争の目的にはなってんだけど、ねまあ、似てるじゃん不正の目的でないことでしかも自己の使命、ね、あちらはほらの要件を満たせば侵害にならないということよ、ね、これはあのこの要件を満たせばあの拒絶されないということよ似てるじゃん。ね あまあそういうことですはいじゃあ次行ってみよう次はね皆さんあれですよほら4乗4項ねおなじみ4乗4項ね4乗1項11号の例外ですはいなのでまずはね青で塗ってください4一1 1に該当する商標だってもからね後ろがあ黄色になります あその商標を取る3年が商標登録を受けることについて、同後の他人の承諾を得ており、かつ、当該商標の使用する商品、または益務と、同後の他人の商標登録にかかる小生通の業務に係る商品、益務との間で、混同生ずる恐れがないものについては、あー同後の規定は適用しないと。ね、どうですかい、これ、つまりね、2つの要件を満たせば拒絶しないって言ってるんだね。あ,あはい、もう、ここに書いとるわ。 縦一黄色ね。引用商標権者の承諾がありかつ混同の恐それが生じない、えー、と言えるもの。ね。うん。引用商標権者の承諾がありかつ混同の恐れが生じないと言えるもの。であればいいということになるわけですよ。ね。はい。じゃあ、えー、っとですね。 あ縦3に注目しようか、ね、縦、はい当該、あ商標度を使用する商品へ勤務と、同後の他人の登録商標にかかる、まあ、ちょっとあのピンクで塗ってください、商標権者ね。えー、専用商標権者はね、オレンジでいこうか、オレンジ、はい、で通常商標権者、黄色ね、あの業務にかかる商品へ勤務だから、その引用商標権者のね、 ああごめん、引用商標の商標権者が使用しているとは限らないですよ。ね、専用証券者かもしれないし通常使用権者かもしれないんでね、まあ、そういうことを考慮した規定ぶりになっておるということなんですよ。ねまあ、それだけでいいです。はい、で、混同を生ずる恐れがある場合なんだけどね、これが、ね、ちょっと難しいんですよ、審査基準を見るとね。あ であのこの「混同」という言葉はあ,のあれと一緒で4十1 5号と一緒で、ね、まずあの、えーっとね、どうしようかなあこれはピンクで塗ろうかな4一1十1号のから始まり倍のみならずってあるじゃんこれね競技の混同ですわちょっとメモしとこうかこれ競技の混同ですよ。 でこ、えー、れほらあのねなんか聞き慣れた感じのほら組織的経済的にという経済的にまたは組織的にか何らかの関係があるものの業務に係かかる商品等であると5人ねこれがいわゆる抗議の混同ですよねつまりあの4条1項15号と同じで「抗議の混同」の考え方が適用されるということですよね。えー とということです、はい、であとはねその混同恐れ、えー、これはあかんだらんでいこうかな混同の恐れの基準はねまあ一応査定時を基準としますけど査定時のみならず将来にわたっても混同を生ずる恐れがないと判断できることを要するそれはそうだよ今は大丈夫でもね将来混同が生じる恐れがあればさやっぱり拒絶されるべきだよねうん。というところが審査基準です。 であとね皆さんね、あのー、これちょっと細かいんで49ねこれ全部暗記しろっつっねってね、あのー、大変じゃんこれ一から八までね、まあ、だからね、あのー、どうしようかな特に重要なやつだけあれしようか、あのー、まず一でしょ二、うん、これ重要かもしれないねそれからね五多角形の可能性、うん、そしてね あのー、最後は、ね、これですよ、これちょっと緑塗って出ました、取引の実情困った時の理由付けに使います、ね。なんか困ったらこのキーワードを使ってください、取引の実情によるとか、ね、そしたら大概、丸にしますから、ね、あそういうことよ、あのー、なんでこの丸一丸二丸五を、ね、俺がアンダーラン引っ張ったかというと、ね、これ、商標の類似って言っても、ね、皆さん、類似でも 極めてこう比類似に近い類似と。極めて同一に近い類似があるんですよ。うん、うん。だから非類似に近い類似はちょっと混同が生じないかもしれないけど、同一に近い類似は混同が生じやすいということ言ってるんですね。で、次に商標の周知度っていうのはね、四条一項十一号って別にあの引用商標は周知はなくてもいいんですよ。でも周知であれば混同生じやすいよねという話。 ね、間違いなくそうでしょ例えば、あのーね、具体的にはね引用商標権が例えば地域団体商標とかだったら確実にさ401個15にも該当しそうじゃんねはいそだから401個15にも該当し,しそうな事案ではあ,のある意味ね44個意味がないってことよあ,あ混同が生じそうじゃんねはい でであとはまあ取引などあのだから123言って125か125その他取引の実情って言っておけばもう丸にするから <laughs> いいでしょ便利ですよはいということでねまあこの辺で終わろうかな皆さんほら次あの実践通れもあるしねあんまり長いことやってると疲れるしこの辺で終わりますわ、ね、ちょっとあの論文的にはこれぐらいで十分だと思うよ、うん、あの担当だとね 他にあに、優先権証明書類等とかねあのあ、論文にも出るかもしれんけどね、まあ、ただそれは優先権証明書だったのは優先権証明書類等と言えばいいだけの話であの、特に何もね、難しいことはないし、であと、あの工事創達とか出やんやろ、ね、あと減免とかね、論文には。だからあの、このぐらいでいいと思いますよ、論文的にはね。はい、えーはい、じゃあ、以上でね、き、えー、今日のね、 サルベージー、論文サルベージーの説明会終わります、うん。それでは皆さんね、あのー、ちょっと俺、約束したことがあるんだよ。あのー、なんかね、今日ほら、ね、悪天候の中来てくれたから、ちょっとね、答案用紙2枚申請するわ。で、<laughs> 添削オプション2枚ね、プラスであげるよ、ね。ということで終わりますんで、はい。えー、じゃあ,あ、終わります。お疲れさまでした。はい。ね。